今日も医療キャンプ10月の、ですね、5日土曜日です。新道州の奥の方にやってきてるんですけども、これ綿花の畑だと思います。でこれ収穫したのをですね、こうやってあの皆さんでほぐすんですね。バターをこうほぐしてるんですけど、それをこう表でこう皆さんがやっています。でこうやってまあ子供らがこうみんなやってるわけでしてですね、でまあこうやってやってると、近づくとこいつら逃げやがる。これなんですよね、綿でこうやってみんなやってるんですけど、やっぱりみんな食ったくないですよね。でこう集めたのをこうやってこうわらわら、あいやご飯ぶちやばいよね、マルカオ売れなかろ、ピーケやっちゃったね。もんじゃがとこれだ、もんじゃこそもうれしゃんのだありがとはぁ、ここはですね、水害の被害が非常にひどかったところなんですけど、それで来てるんですけど、やっぱり子供ってどこも元気ですよね。こっちおいでって言ってるんで来ています。このシンディトピオ綺麗ですね。シンディアンピオ、シンディトピワラ、まあみんな元気ですよね。こんな感じです。